こんにちは。ディズニーファンタジアコンサート2016のライブナビゲーターを務めますバイオリニストの高嶋千佐子です。去年もこのコンサートのナビゲーターさせていただいたんですけれども、まあ本当に大スクリーンにですね、ファンタジアのあの世界が映し出され、そして舞台上にはフルオーケストラがですね、生演奏でもう何曲という有名なですね、クラシックの名曲の数々を演奏してくれるという本当に贅沢な空間でした。私も子どもたちと一緒にですね、堪能したんですけれども、もう自分が好きだったクラシックの名曲がファンタジアのあの映像と一緒になって、映し出されることによってより一層輝いて聞こえてくる。またその逆もあってですね、映像がですね、演奏によって輝いて見えてくるというこの相乗効果がやっぱりこのファンタジアの素晴らしさじゃないかなと思います。それがしかもフルオーケストラの生演奏ですから、本当に皆さんにはぜひ、体験していただきたいコンサートです。そしてなんと今年はですね、去年とは違うところが一つあります。それはピアニストの清塚信也さんの登場です。今とても売れっ子でございます。清塚信也さんにはですね、ラプソディンブルー、あの有名な曲をですね、まあ、ジャズとクラシックの融合と言われているあのかっこいい曲をですね、弾いてもらいたいと思っております。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。ディズニーファンタジアコンサート2016ゴールデンウィークに東京、名古屋、大阪にて開催です。ぜひいらしてください。